皆さんの情報を確認いたします。お嬢の情報だ。なんと素晴らしい。少し一人にしてください。大丈夫です、お構いなく。小先のこと気になる？何かご用？ん？どうしたの？何かご用？すぐみさんの情報は？立花マリカの情報だ。お話ししてくれんね。私の情報を調べるなど、貴様暇なのか？知るか。立花マリカ、宮本様の情報だ。今はごめん、私に構わないで。立花さん、授業終わったよ。立花さん、こいつ全然起きねえな。先生思いっきり睨んでたぞ。なんだ、寝言か？それは食べ物じゃありませんよ。飯の夢かよ。幸せそうな寝顔しやがって。面白いからもうちょっと聞いてるか。なになに？なんか楽しそうな顔してるわね。おう、ちとけ。こいつの寝言が面白そうだから、次に何を言うのか待ってるんだ。お前もちょっと聞いてくか。違いますよ。私はじゃありませんって。は何の夢かしら。まあ聞いてろよ。だから私の胸は食べ物じゃありませんってば。なくさま、うわっ、ほら、何言ってんだお前。でも大好きな楽様のためなら、私勇気出します。おい起きろ、変な寝言はよせ。ふーん、これが面白い寝言？あんたにとっては愉快なのかしら。違う、そういうつもりじゃ。何聞かせてるのよ、このスケベもやし。なあ、聞いて損したわ。言い訳する隙もくれないのかよ。てか立花、お前実は起きてんだろ。愛していますわ、楽さん。よう立花、こんな場所でどうした？まあ楽様、私ちょうど楽様に会いたいなって思っていたんですよ。これってもしかして運命ですか？いや、そんなに広くねえ町なんだから、偶然会うくらいあるだろう。もう相変わらず釣れない反応ですわね。でもそんなブレない態度も素敵ですわ。で、こんなところで何やってたんだ？帰りがけにあれが目に入りまして。あれ？ああ、たこ焼き屋の屋台か。あの
香ばしい匂いがたまらなくて食べようかどうか悩んでいたところです。お前も買い食いとかするんだな。私だって花も恥じらう女子高生ですから買い食いくらいしますわ。花も恥じらうのに買い食いするのか。でもあそこのたこ焼き1個がとっても大きい上に1パック8個入りなんです。さすがに全部食べたら夕飯が入らなくなりますからどうしようかと思って。俺ら男子からすれば足りないくらいだけどな。ええ、ですから今ラク様にお会いできたのはとってもラッキーなんです。ラク様さえよろしければ半分食べてくれませんか。ああ、別に構わねえよ。俺もあの匂いを嗅いだら食べたくなっちまったしな。ありがとうございます。それでは買ってまいりますね。おじさま、たこ焼きを1パックお願いしますわ。はいよ、今熱々ができるから待ってな。しかし、たこ焼きか。祭りの時なんかは大抵うちで作ってるからあんまりよそのやつは食べたことないんだよな。焼いてる音もこっちまで届いてきてマジで腹が減ってきちまったな。半分で足りるか。お待たせしました、ラク様。おー、サンキュー。おー、ソースも鰹節もたっぷりだな。私が可愛いからっておまけしてくれましたわ。へえ、そりゃラッキーだったな。私と付き合ったらこんな風におまけもたくさんもらえますよ。付き合いたくなりましたよね。おう、その話はまた今度な。今はたこ焼きを食おうぜ。仕方ありませんわね。それではラク様。はあはあ、ん？はい、あーん。口を開けてください。そういうのはいいって。そうおっしゃらずに、今日は私のおごりなんですから一つくらい言うことを聞いてください。いやいや、金払うつもりだったし。お財布を出しても受け取りませんわ。はい、あーん。ほら、せっかく熱々の焼きたてなのに早くしないと冷めてしまいますよ。あーん。相変わらず強引なやつだな。わかったよ。はい、あーんです。あーん。おいしいですか。外はカリカリ、中はトロトロ、タコも歯ごたえがあってうまい。お前も早く食べてみろよ。これはいけるぞ。それじゃあ今度は私の番ですね。はい、あーんです。え、早く私にもフーフーして食べさせてください。俺もやるの。やってくださらないと私いつまで経っても食べられません。こんな風に無防備に口を開けて待たれるとやらなくちゃいけない気がしてくるが、これ意外と食べるより食べさせる方が恥ずかしいんじゃねえか。さあ早く、ラク様。ダメだ、やっぱり俺にはできん。あ、ラク様。すまん立花、俺はもう帰る。また明日な。もう相変わらずおとなしい方ですね。たこ焼きも一つしか食べてないですし、残ったたこ焼きは父に食べてもらうとしますか。はあ、心底残念ですわ。私もあーんってしてもらいたかったですのに。へのーのー、楽よ。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか。はい。なんだよ突然。で、おい入ってくるな。うー、
くといのこの布団は。おやすみなのじゃ。もう寝てんの？やれやれ、しょうがねえな。ラク様、おはようございます。もうおはよう。突然ですけど、ちょっと心理テストをしませんか？ほんとずいぶん突然だな。まあいいけど。ありがとうございます。では、あなたは丘の上にある白い家の前に立っています。白い家には大きな窓があり、中には幸せそうな夫婦と子供が二人います。さて、窓から見えるカーテンの色は何色でしょう？それ聞いて何がわかるんだ？いいですから、直感でお答えになってください。カーテン。カーテンか。丘の上で家は白いんだろ。色合いを考えると薄い緑とか。なるほどなるほど、わかりました。参考にいたしますね。え、あ、おう。で、意味するところは何なんだ？え、心理テストなんだろこれ。内緒です。なんだよそれ。